このお話のポイントっていうのは、0円で売ると思った時に売れますかという質問なだけであって、0円で売りなさいという問題ではないです。0円で売ったとしたら最大利益にならない可能性があるので、最大利益は必ず取ること、顧客満足度最大、最大利益を取る、この2つはちゃんと守る。これは自分で守るんじゃなくて、自分のリノベーションによってそれをやらさせると思ってください。つまり自分の感情的な、感覚的な自分はいつでもこれは0円で出してもいいんだよと、別にこれに対して、この物に対しての執着はないと。大事なことはこの物ではなくて、それを自分を取り巻くその環境が大事なだけだって、自分を慕ってくれるこの若い人たちが一緒に連れてってほしいと思ってくれるその環境が大事なだけであって、この車の物自体には価値はもうないんだとってちゃんと思えるかどうか、それは感覚としての自分、自分のその持ってる世界観、自分まさにその人間としての自分がそれをまず感じます。で、感じた上でリノベーションの自分にもう一つ言います。リノベーションの自分は必ず最大利益を取りに行くこと、顧客満足度を考えて最大利益を取りに行くこと、その時にやることっていうのは高い論理性を持って情報収集能力を有している時にそれが可能ですが、例えば、ヤフーオークションに、見たりメールカレを見たりジモティなどを見て車の現在の価値っていうのをしっかりと把握する。で、価値がいくらなのか、その時に、最大どれくらい取れるのか、で、自分が20万円投資したのに対してこれくらいのリターンが戻ってきて、つまり売却した時にこれくらいだったし、利益率何パーセントなのかっていうのをちゃんと考えると、それは自分じゃなくてリノベーション化された自分だから全然感情が違う。感情としては別に0円で売ってもいいんだよと思っている。だけど、リノベーションの自分はちゃんと最大利益を取りに行くということで、これをやると最大利益を取った自分っていうのはお金が残るわけだけど、感覚的な自分は別にお金が欲しいと思ってやってないわけ。じゃあこのお金どうしますか、その時には次のところに投資をすると考えるわけ。このお金は、次の誰か守りたい人とか、例えば介護しなきゃいけないようなご両親がいるとか、ちょっと必要なお金があるとかっていう時のために、そのお金を資産運用するという考え方で、まあ、この前お話ししたキャピタルゲインとインカムゲインってやつを構成する。例えば株とか FX などの、キャピタルゲイン、その時期によって変動するビットコインとか時期によって変動するものか、インカムゲインで、まあ、いわゆる家賃収入のようなものをちゃんと生成しているかどうかっていうものをもしやりたかったらやれば、その残ったお金で運用すればいい。そしたら勝手にお金が入ってくるような仕組みがあって、でも自分は別にお金入ろうが入らないが自分のやりたいこととか気持ちっては別に変わらないっていうふうになると、すごく住みやすくなっていくと思います。ありがとうございました。